戻ってきたかブルーノ。グラーズの守備はどうだ。はい、第一段階はこともなく終了いたしました。そうか、ではフレデリックの命もあとわずかだな。さてブルーノ、この間も言った通り、カコンシスにとってお前は裏切り者だ。お前に帰る場所などない。そこでわしがお前を雇ってやろう。ホーフェントリデの警護の任に就くがよかろう。はい、かしこまりました。命を懸けてでも砦を死守するのだぞ。は。クルーガー、お前も一緒に行け。ただしお前が死ぬことは許さん。どんなことをしてでも生き残り、わしの元へ戻ってこい。わかりました父上、では行ってまいります。どうしたギザロフ、何を焦っているのだ。まあ賢者の水晶を奪われ、焦る気持ちもわからぬでもない。うるさい、黙れ。わしは負けぬ。水晶などいずれ取り返してみせる。ならばいいのだがな。ここがお前が守護する砦だ。地下に女子供がいたようだが。砦というよりは捕虜収容所の意味合いが強いのでな。だがそれはお前の知るところではない。お前は父上の言いつけ通りここを死守すればよい。分かった。何者だ。見つけたぞブルーノ。お父様の仇打たせてもらうわ。姫様、どうやらお前への客が見えたようだな。これは面白い。お前がどんな戦いをするか見せてもらうとしよう。より魔族とジョイントしたこのアイバーを以前の私と思ってもらっては困りますよ。貴様、能のくせに父上を裏切るとは。アマツさえ水晶を奪うとはどういうことだ。私は流浪の天才軍師、私の力を評価してくれる者につくのですよ。節操のねえコウモリ野郎が。今度は魔族と組み上がったか。さあ
皆さん行きますよ。連邦のいつらも過婚室のやつらもまとめてやっちゃいなさい。セレナ将軍、よくここが分かりましたね。何言ってるんだね。何のことだかさっぱり分かんないよ。ここは進軍の途中で着いただけさ。実はウィラーっていうとこがギザロフの元にいることが分かったのです。何だって。それで私も変だと思って調べてみると、どうやら人質を取られているようなのです。人質って言っても提督には家族も恋人もいなかったと思ったけど。分かった、孤児院のことだ。制裁孤児は自分の給料で養ってるからね。戦争の先には自分にもあるからって言って。はい、どうも孤児を拉致され脅されていたようです。そこで人質を助けようと思い、かくまわれてる場所を探していました。そしてその場所がこの砦ってわけだ。その通りです。ギザロフ、卑劣な真似を。よし、とにかく奴らを倒して人質を解放しよう。死んでたまるか。自首しろと言われていたはずなのだが、所詮は使えぬ人形というところか。この砦ではもうダメだな。父上に報告だ。どうしてお父様を殺したの、ブルーノ。あんな人でも私の父だった。こんなことを言っても信用されないだろうが、本当のことを話そう。本当のこと？カコンシスを殺したのは私ではないのだ。何を言うのですか。あなたがお父様を殺したのは間違いないことです。私にはグラーズという魔物が取り付いていたのだ。肉体を魔物に支配されたまま何年もカコンシス王国で過ごし、ギザロフの命令で。ギザロフ？奴が魔族を。奴はどういう経緯でか魔族を従えている。そして魔人グラーズを私に取り付かせた。グラーズは人に乗り移り、人になりすます。もしギザロフを倒すのなら急いだ方がいい。魔人グラーズは今私を離れ、フレデリック王子を殺害するために最小の体に入っているのだからな。しかしどうしてそんなことを俺たちに。私なりのけじめというところだ。体を奪われていたとはいえ、結果的には私が王を殺したようなものだからな。あとはアイバーだけだな。
この天才よ。次を覚えていなさい。どうやら終わったみたいだな。あら、砦の地下から誰か出てきましたわ。助けていただいてありがとうございます。あなたたちは？私はウィラー様に頼まれ孤児を預かっていたものです。私と子供たちはキザロフの手の者によりここに閉じ込められていました。私たちが捕まらなければウィラー様も脅されずに済んだのに。ウィラー様に申し訳ありません。だったら早く提督に知らせようよ。人質の子供たちは助けたって。分かった。伝意の鏡を使えばすぐに教えられるだろう。これで提督の件は収まりますね。では私は城へ戻って守備隊を指揮します。いつ連邦軍が攻めてくるか分かりませんので。ありがとう、セレナ将軍。お母様のことよろしくね。はい。それにしても気がかりなのはギザロフの部下の魔物が連邦の王子を殺害するために最初に乗り移ったということだ。しかし第一王子派とはすでに同盟が破棄されていますわ。私たちが教えたところで怪しまれるだけではありませんか。そうだな。ところでリスク、ブルーノの言っていた魔族について何か知らないか。邪神ゲンドラシルと魔人グラーズかい。そうだね。魔族といってもいくつかの世界っていうか、あんたら人間でいう国みたいなものがあるんだ。しかも人間界よりよっぽど閉鎖的でね、他の世界のことはほとんど知らないんだよ。だけど邪神ゲンドラシルなら聞いたことあるよ。アタイらが崇拝していた混沌神カオス様よりも格下の神でね、戦で死んだ者の魂を餌にしてるやつだ。人間の魂を餌にしてる。邪神の末席にいるゲンドラシルはカオス様を倒して自分が上位の神になろうとしてるらしいって。その部下のグラーズってやつは確か人間の影に潜り込んでそいつを操るって聞いたことがあるよ。影が人を操っちゃうなんてなんだか怖いわね。そんな連中と手を結んでいるとなるとギザロフの野望は連邦だけでなくこの世界全てを支配することなのか。一刻も早く奴を止めないと。このまま奴の城まで攻め込むぞ。うわぁ！王子！そんな、わしは大将殿、あなたは何ということを。者どもレーン！フレデリック王子が。シンアン、わしではないぞ。往生際が悪いですよ、最小殿。この者を引っ捕らえよ。は離せ。違うんだ。行け。違うんだ、わしじゃないんだ。うまくいったようだな。この体を得られたのは好都合だ。あとはこのままこの中にとどまり、こちら側の動きを監視するとしよう。まさか父上があのような。とにかく今は逃げよう。どうやらうまく潜入できたようだな。あとはギザロフを探し出し奴の首を。ん？誰が来る？
今頃彼らはどうしているでしょうね。カコン思想も殺されてしまいましたし、私のことも恨んでいるでしょうか。久しぶりだな、ウィラ。いや、ランフォード、どうしたんだい、こんなところへ。決まっているだろう、ギザロフの首を取りに来た。しかしウィラ、なぜお前がここにいる？それは所詮はお前も権力志向だったというわけか。よもや剣の勝負で俺に勝てるとは思っていないだろうな。ギザロフ側についたことを後悔するがいい。何？よさぬか、ランフォード。ギザロフ、お前の狙いはわしだろう。貴様の企みも終わりだ。貴様を討ち取り、フレデリック殿下が王位を継ぐ。何がおかしい？誰が王位を継ぐだと？いつからこの国は死者に王位を譲れるようになったのかな？何？第一王子フレデリックはたった今死んだ。お前たちは負けたのだ。バカな。嘘ではない。もうお前たちが戦う理由はない。今まで通りわしの下に戻ってもらおうか。まだ信じられぬという顔だな。まあ無理もないだろう。一度城へ戻って確かめるがいい。そしてその目で王子の死体を見てみるのだな。それが済んだらカコンシスの連中を討伐に行け。Ha ha 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 ha